ミスミソウは、押し切りレンスケによる日本の漫画作品。ホラー M にて2007年から2009年まで連載されていた。ある過疎の進む地方の街を舞台に、同級生たちから陰惨ないじめを受けた挙句家族を殺害された少女が復讐を行うサイコホラー。キャッチフレーズは、精神破壊ホラー。押し切りレンスケの作品では、定番となっている、お化けや、 妖怪といった怪異が一切登場せず、自震初となる、普通の人間が作り出す恐怖を描いている。2013年、過失修正を施した完全版コミック、ミスミソ完全版が、全2巻で刊行された。2018年、ミスミソ完全版を原作とした小説と、実写映画が制作されている。実写映画制作記念として、漫画アクションに、 描き下ろし前日端が掲載された。半年前、父親の仕事の都合で、東京の学校から、大津馬村の大津場中学校に転校してきた、野崎春香は、クラスメートからの壮絶ないじめにあっていた。春香は家族に心配をかけまいといじめにあっていることを、隠し、中学校卒業までの残り2ヶ月間を必死に耐えようとするが、春香へのいじめは悪化の一途をたどるばかり。 ついにいじめを知った家族の勧めで、るかが投稿拒否を行ったある日、いじめっ子たちが彼女の家に乗り込み両親と妹に危害を加え、家を放火するという事件が起こる。るかの妹、翔子は大やけどを負いながらも助かったが、両親は命を落としてしまった。やがて事件の真相が露見することを恐れた、いじめっ子たちはるかに自殺するよう強要。だが、それが、 きっかけとなって遥は、事件の真相を知り、家族を奪ったいじめっ子たちに、己の命をかけた、生産な復讐を開始する。野崎家放火殺人事件に関与した、クラスメイト両親の勧めで、登校拒否を始めた遥かが明と外出して、不在中、野崎家を襲撃し、放火を仕掛けて、遥の両親を殺害、妹の証拠を、意識不明の渋滞に追い込んだクラスメートたち。 ほとんどのメンバーは、タエコの取り巻きである。ルミや吉江といったほとんどの者たちは特に罪悪感を見せず平然としていたが、リサ氏とユリは事件には一切関与していない。タエコ同様、当初は本気にしていなかったため、事態が急激に悪化したことから一転し、罪悪感に怯えるようになった。後に全員、自業自得の最後を遂げている。双葉社から2018年に出版された。 著者は黒白。表紙は押し切れんすけが新たに描き下ろした。内容は原作を比較的忠実に再現しているが、押し切り枠、漫画とは違う視点、結末が描写されている。実写映画化され、2018年4月7日に公開。主演の山田杏奈は映画初主演。小説版と同じく内容は原作を比較的忠実に再現しているが、 原作との相違点として、区間を含む太鼓の取り巻きたちと早くの同級生たちに接点がない。はるかが所有していた CD が一種のキーアイテムとなっている。終盤の展開が変更されているといった描写がなされている。ミスミソウに関するカテゴリー、ミスミソウに関するカテゴリー、ありがとうございます。